フォーエバー・マリリンは、スワード・ジョンソンが設計したマリリン・モンローの巨大な像である。この像は、ビリー・ワイルダー監督の映画、7年目の浮気で撮影された、最も有名なモンローの姿の一つを表現している。2011年に制作された、この像は、アメリカだけでなく、オーストラリアなどの様々な場所で展示されている。高さ26フィート、 重さ3万4千ポンドのこの彫刻は塗装されたステンレスコートアルミニウムで作られており、1955年に公開されたビリー・ワイルダー監督の1955年の不倫コメディ映画7年目の浮気でニューヨークの地下鉄の格子から吹き出す風がマリリン・モンローを演じるキャラクターの白いドレスを持ち上げた瞬間を捉えた象徴的なシーンの超大型の記念像である。 この像は、イリノイ州シカゴのマグニフィセントマイル地区にある、パイオニアコートに展示されていたが、2012年に、カリフォルニア州パームスプリングスのパームキャニオンドライブと、タクイーン・ツキャニオンウェイの交差点に移設された。2014年3月27日に開催された、パームスプリングス・ビレッジフェストでお別れの見送りがあった。あと、2014年に開催されたスワード・ジョンソンを、称える。 回顧展の一環として、ニュージャージー州ハミルトンにある42エーカーのグラウンズ・フォース・カルプチャーに移設された。その人気の高さから、この像は回顧展の公式終了後の2015年9月まで GFS に展示されていた。その後、2016年にベンディゴ・アート・ギャラリーのマリリン・モンロー展に関連して、オーストラリアのベンディゴ市にあるロジャリンド・パークに展示された。 2018年には、スワード・ジョンソンの作品を称える大規模な公共芸術展の一環として、コネチカット州、スタンフォードのレーサム・パークに展示された。36体の彫刻が、ダウンタウン・スタンフォードの通りや公園の至るところに設置され、フォーエバー・マリリンは、この展示の目玉となった。この像が、スタンフォードに設置された際には、第一回収発協会で下着を見せているように見えた。 ことから苦情が出て、物議を醸した。2019年9月25日、パームスプリングス市長のロバート・ムームは、この像をパームスプリングスに戻し、永久に保管することを発表した。2021年2月3日には、長い間ニュージャージン州で解体された状態で、保管されていた像が、パームスプリングス美術館のすぐ東側のミュージアムウェイに混流され、 2021年4月18日に除幕式が行われることが発表された。発表によると、フォーエバー・マリリンは最長で3年間パームスプリングスに置かれることになっており、2年後には地域経済への影響を検証し、今後の方針を決定する予定である。2021年6月現在、カリフォルニア州の裁判所では、フォーエバー・マリリンの混流を阻止するための訴訟が、 続いている。2011年8月と9月に、彫像は3回破壊され、最近では赤いペンキが跳ねかけられた。シカゴパブリックアーツグループの事務局長によると、私たちの社会では、性的に表現されたイメージを受け入れる余地は、ほとんどない社会契約が機能しないのは、それ、自体に、政治的な意味や、挑発的な意味、性的な意味が込められているからだという。しかし、 一般の人々は依然として熱狂的である。フォーエバー・マリリンは2014年4月にハミルトンに戻り、二十数人の人々が歓声を上げたり写真を撮ったりする中、トラックに乗ってグラウンズ・フォース・カルプチャーに到着した。州をまたぐ輸送の間、人々は駐車場や高速道路沿いで彫刻の写真を撮り、ソーシャルメディアに投稿した。 中国の君などのビジネスセンターの外に展示された後、廃棄された彫刻がゴミ捨て場で撮影されたため、少なくとも一つ実物大の偽造品が作られ、展示されたことが知られている。2021年にテレビ番組グッドモーニングブリテンでこの像が議論された。モンローのモノマネをしているスージー・ケネディが、この像はミソジニー的であるという非難に論爆した。ありがとうございます。